どうも、なおちんです。さあ、今日も未来のトランクス編行ってみましょう。それから3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和になった町では復旧の工事が進んでいた。そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため過去に出発しようとしていた。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。安全なところへ。ね？わかったわ。そこにいるのはわかっているぞ、セル。な！俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って17号、18号を吸収するつもりだろう。完全体になるために。何？なぜそんなことは。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと？は、貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか、お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せるというのは心外だぞ。トランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ。な、まさか二人が消えてしまっていたのは貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！ちょっとスーパーサイヤ人ノーマルの状態でビルス様勝てるかな。どうだろう。あ、そうかそうか、これカメハメハ撃つときにはブルーに一応なるんだ。でもそれなったところで多分、おお、やっぱダメージは結構食らうね。どう、レイヤーとか、うん、ダメージはやっぱね、いくけども、ブルーの時ほどじゃない。あ、結構きついわ。うん、スーパーサイヤ人で行こうとすると結構きついかもしれない。でも倒せないことはないのかな。いや、結構きついな。もろ食らうしな。いや、まあとりあえずやれるだけやろう。うん、もう一発入るか。よし、 OK。 あ、いけるね。当たった、よし、 OK。 うん、勝てる。これを耐え抜いてゴッドカメハメハ撃てれば勝てるわな。おお、危ねえ。あいって、なかなかやりよるわ。よし、もう終わるか。まだか。ヒートアップ長い。もう終わるでしょ。まだ。おお、減るね。至近距離で食らったらちょっとやばい。よし、まあ、あと一発。
オッケー、ギリギリだったね。